鈴木さんはどういうふうに E リーダーの定義じゃないですけど、お決めになってるのかな。まあいっぱいあると思うんですけど、でも一個は、リーダー善としないっていうことだと思うんだよね僕はね、うん、だからなんというかこうなるべくリーダーは正直でいた方がいいと思ってて、前に喋ろうとするとなんかこうひよってこびたくなっちゃうとかなんか嫌われることを恐れてるんだよねみたいなことを正直に言えたら、で基本的には人は正直な人についていくので、正直な人っていうのは裏読みする必要がないから、だからなるべく自分の中で起こっていることをストレートに正直に、いや結構リーダーシップ発揮できてないんじゃないかって俺迷ってんねんけどどう思うっていうふうに言えたら、まあリーダーなんだなっていうふうに思うけどね、まあ、分かりやすいけどカッコつけないっていう。初めまして。初めまして。こんにちは。大阪国際大学の心理コミュニケーション学科、淡津銀之介と申します。よろしくお願いします。鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。銀之介さんです。はい。すごいですね。銀之介さん。ありがとうございます。かっこいい名前ですね。はい。母親と父親に感謝です。どういうあの意味というか。銀っていうのが金にしてしまうと一番上でずっとその天下で。その一番上になってしまい続けると、うんうん、その慢心とかが出てしまうと良くないから、銀で、うん、一生磨き続けて、うん、上を見続けろよっていう意味のすごい名前じゃないですかっていう風につけてもらったと成人式の日に聞きました。なるほど。僕のなりたい大人っていうのは空間的な演出能力が高いっていうのと、そのシンプルに能力が高いっていうので、一緒におって気持ちいいと思わせてくれるような人になりたいっていう、一緒に働く上でこの人とおって一緒におんの嫌やなと思うような人と働きたくないよ、空間的に一緒におってこの空間におったら楽しく働けんなと思ってくれるような人になりたい、で最後は自分の理想を言語化できるっていうところで、こういうことになりたいっていう大枠をちゃんと自分で今後も話せるような人間になりたいっていうので、最後この一番理想を言語化できる人間になりたいなっていう。なってるんじゃない？まだまだこれからよ。人間科学部心理コミュニケーション学科、淡津銀之介です。もう本当にクズでした。クズでもう誰彼構わず喧嘩じゃないですけどふっかけたりとか、もう窓ガラスもやったりとかっていう、すごい不真面目な性格でした。小中まではそんな感じで育ってたので、高校大学になって一つ変わらないといけないっていうところで、リーダーとかそういう人の前に立てるような人間になろうというところで自分の中で意識づけるようにはしました。先生に一回すごいやらかした時に怒られたのがきっかけで、その先生がすごい僕のことを気にかけてくれてたのにっていう話をしてもらったので、もうこんな自分じゃダメだなっていうふうに思うようにはなりました。その時に言われたのが、自由な不自由と不自由な自由っていうことを言われて、で今は不自由に思う、僕は不自由や不自由やってずっと言ってて、先生に言われて親に言われてっていうところで、でもそういう中学生って一番自由なところがあるんやでっていうふうに言われた時に、今が不自由と思ってても自由なんやっていうのを気づいた時に、あ、僕の見方の一つだけ、一つ一点的な見方だけじゃ世の中何も分かってないんやなっていうふうに思ったので、その先生にはほんま感謝してるので、一つも変わらないとダメだなっていうふうに、その言葉できっかけにはなりました。鈴木義之さんです。高知営の代表取締役の方で、主に人材育成というか、その人の啓発とかを促すようなお仕事を主にされてます。リーダーが身につけたい25のことっていう本を買って読ませていただいてます。
リーダーは特別なものじゃないっていう風に書かれてて、もう万人がリーダーになりうる可能性があるっていうことが書いてるのが、僕はリーダーが一個の才能というか、そういうものだと、潜在的なものだと思ってたので、後から身につけたりすることも全然できるっていう風に書いてあったのが、そういう発想自体が自分の中になかったので、ああそういうことを学べていいなっていう風には思ったので、自分が知らないことが多く書かれてる本でした。鈴木さんって今楽しくお仕事されてますか？されてますね。どういった点が楽しい、はい、鈴木さん自身が思われてて、はい、るのかを、ちょっとどこに楽しさを感じてるのかっていうのをちょっと知りたいなと思うんですけど、お仕事されてみて、まあ、よく聞かれたりもするんだけど、うん、どこに楽しさを感じてるというよりは、はい、基本的に全般楽しい感じ。あ、だからこれやってる時が楽しいとか、なんかこうだから楽しいっていうふうに、これこれこういう理由があるから楽しいっていうよりは、はい、基本的に楽しいんですよ。うん、全部が、まあ、全部がっていうか何かがあったら楽しいっていうのは、条件が変わると楽しくなくなっちゃうじゃない、はい、飲み会に行ったら楽しい、はい、この会社はいいから楽しい、この会社は給料がいいから楽しいっていうと、条件が変わったら楽しくないことになっちゃうじゃない。そうだよね、はい、だからリーダーシップを発揮して人前で何かやって、銀ちゃんのおかげだよって、銀さんが、銀さんのおかげだよって言われたら楽しいっていうと、はい、因果関係だから何かがあったら楽しいんだよね、はい、ってことは何かが変わったら楽しくなくなっちゃうじゃない。あ、それは違うだろうと思ってるんだよね。だからベース楽しいっていう風になるにはどういうことができるかっていうことを、まあ、ずっと考えてきたっていうところもあるんですけどね。サイエンスっていう有名な科学雑誌に載った研究で、ペンを唇でかいて噛んで漫画を読むのと、歯で噛んでかっか漫画を読むのと、どっちの方が楽しく感じるかっていう実験があって、どっちだと思う？唇でこうやって噛んで漫画を読むのと、歯で噛んで漫画を読むの。歯ですか。なんで歯だと思う？なんか食いしばってるというか、なんかこっち、あーやっ違いますね唇、なんかそっちの噛むことに集中しすぎてるからとか。あー、なるほど、うん、答えは歯なんだけど、なんでかっていうと噛むと表情筋って言って、ここの筋肉が上に上がるんだよね、はい、だから、楽しいから笑うっていうよりも、笑うから楽しいっていうのがあるわけね、はい、だからそうすると、どうすると楽しい状態を、何かがあったら楽しいではなくて、自分から作り出していけるかっていうのが重要だっていうふうにすごく思ってて、言うほどじゃあお前いつも本当に楽しく周りが見えてるのかっていうと違うかもしれないけど、でも何かがあったら楽しいじゃなくて、いつも楽しく、いつも楽しんでられるような状態を作ろうっていうふうには思ってるよね。あ、なるほど。モチベーションを自分で高め続けてるみたいなっていう、うん、ちょっとね微妙に違うんだけどね、モチベーションを上げようっていうには思ってないんだよね。あ、もう自然となっていくような、自然となっていくわけでもないんだよねだから、心の状態って、はい、ね、心理やってるじゃない、はい、悲しかったり嬉しかったり楽しかったり辛かったり、いろんな状態があるよね、はい、で、さっきの繰り返しになっちゃうんだけど、何かがあったら悲しいとか、何かがあったら楽しいっていう外的な要因に依存するんではなくて、はい、自分で自分の心の状態を作り出していけるように、うん、まあ慣れたらいいなと思ってる。あ、そこ、あ、面白いですね、うん、なんとなく伝わる、はい、目立ちたいとか、その人にやっぱり前に出てる人がすごいっていうのが僕の初めの安直な考えなんですけど、そういったところでリーダーをやりたいなっていうふうには思ってました。何かしらやっぱり認めてもらいたい気持ちがあったんで、人の前に立つとか、なんか率先して自分がやるっていうことで、誰々が淡津くんが一番初めにやってたなとか、掃除であったりとか、それは何に対してもそうかなっていうふうに思ってたんで、まあ、目立ちたいっていうのが確かに根本にあると思います。人って、意味を求めてるんだと思うのね。で、意味を感じたいから、だから、これをやることには確かに意味があるんだって思えたらやれる。で、特に、人から付与された与えられた意味よりも、自分で見出した、意味、自分で何か意味を発見した時に、人って最も強く動機づくので、そうすると多分いいリーダーは、相手の人の中に意味を構築することが多分できるんでね。で、そのためにビジョンを語ったり目標を語ったり、あるいは銀之助君の夢は何なんだと、
いいからやってくれよとかさ、頼むからお願いっていうことほど、なんていうかこうリーダーとしてあまりこう価値のない発言はないっていうかさ、やっぱりいかに意味を一緒に作れるかっていうことがリーダーにとって多分一番大事かなっていうふうに思うよね。この年齢で問題意識を持って真剣に考えてるっていうのは素晴らしいと思うんだけど、あの基本的に世の、 あの、まあ、企業のねリーダーたちは管理職も経営者もそうなんだけど、あの同じで人を動かすのはアメかムチかと思ってるんですよ。ほとんどの人は親も先生もアメかムチで人を動かそうとしてるわけね。つまりいいことやったらいいことあるよ、ダメだったら怖いよっていうふうにアメかムチで人を動かそうとするわけで、これって、まあ、ギリギリの場面ではいいとしても実はあんまり長続きしなかったり、その瞬間動いても、結局その後動かなかったり、アメとムチ以外の方法で人をどうやったら動かすことができるのかってことに自分なりの解を見つけることができたら、まあどこの会社行ってもうまくいくよね。なんだと思う、アメとムチ以外の方法っていうの。アメとムチ以外の方法、うん、そう、アメとムチ以外の方法もう自身の自発性に任せる。いやいや、自身に任せる。じゃあ放任と同じだよね。あ、それはまあ動くかもしれないけど確率は高くないじゃん。確かに、うん、以外の方法だってさ、親が子供に対してもさ、あの成績良かったら今回これを買ってあげるわよとかさ、ダメだったらなんでダメだったのとかさ、はい、それ以外の方法知らないんだよ。はい、僕もアメとムチ以外でどうやったら人を動かすの動くんだってことについて方法がないんだよね。あ、ないんです。いや、あるあるだよ。ああ僕 は あのあると思ってるけども、なんだろうね、例えばさ今日ここに来てさ、はい、これやってるわけじゃん、はい、これやるとさ100万円もらえるわけじゃないよね。違います。で、なんかやらなかったらさ先生からなんか、まあ、ふざけんな言われるわけじゃないよね。なんで来てるんだろう。僕が来てる理由ですか。うん、来てる理由はその自分のこの将来につながることに、先のことを考えた時に鈴木さんのお話を聞いて取り込んだものがこの先につながるから、この過程っていうんですか、この会いに来させていただいた話を聞くっていうのが大事だと思ったんで来させていただいた。素晴らしい。なるほど。そうだから人ってストーリー、はい、物語をさ自分の人生の中で構築したいと思ってるんだよね、はい、で、過去現在未来っていうふうに至るタイムラインの中で自分のオリジナルのさ、誰しも誰のものでもない自分だけのストーリー物語を作りたいと思ってるんだよ。だからわざわざ大阪から東京にさ泊まりがけてきてこういう機会に話をしてこれが自分の未来につながっていくっていうさ、それすごいオリジナルなその銀之助君だけのさ物語を今作ってるわけだ、はい、そういう中に入ると人ってすごい動機づくわけよ。不思議なことに人間ってさみんな、みんな自分の物語の主人公だからね、はい、脇役っていう人は残念ながらいないんだよ。でこう今こうインタビューしててさ、俺たちがその主人公で、例えば監督が主人公か、主演で全員主人公なんだよ。全員主人公で自分の物語を生きてて、物語をオリジナルでこうハッピーな面白いものにしたい、楽しいものにしたいと思ってるわけ。だけどリーダーが自分が主人公で君たちは脇役だねと、で俺の物語を作るために君たち協力してくれ、こんな風にしたら絶対人は動かないんだよ。みんな主人公でみんな物語を作りたくて、その物語を作ることに手を貸すよっていうふうにできたらみんなもっと自発的に生き生きと動くんだけど、まああんまりうまくいってない会社は社長が主人公になっちゃうね。あ、ただただ仕事やからやれよとか、いや乗る前からやろうやっていうだけやとやっぱり、うん、なんかそういう人たちについていきたいとは思わへんのやろなって僕も思うんで、もしそれが上司に言われたとしたらなんか僕はついていきたいとなとは思わないんで、いいリーダーっていうとかっていうので言うとやっぱり人に寄り添いながらも仕事ができるとか、ちゃんとその個人あの言ってた意味を持たせることができるようなリーダーなんかなっていう。ダボス会議って知ってる？ちょっと存じ上げない。ユドンのダボス会議スイスのダボスっていうところで世界の政治経済界のリーダーが集まって、世界の、ま、未来について、うん、今だと SDGs とかウクライナの問題とかについて話し合う、はい、3000人ぐらい集まるんですよ。でそこに、1週間だからスイスのダボスっていうスキーリゾートなんだけど、はい、そこに行ってきたんですね。で、まあ、いろんなセッションに参加して、
明らかに、頭の中が短視眼的じゃなくなるっていうか、だから中長期的に、何ですかね、その地球の未来、世界の未来っていうことについて、普段新聞も読むしニュースも増えるんだけど、やっぱり実際そういうところに世界中から集まって、本当に例えば、脱炭素の問題でも環境問題でも本当に危機感を持って取り組んでる人たちと話をすると、自分の頭の中のなんかタイムスパンがやっぱり変わるよね。だから成長っていうのはさ、多分自分一人で本を読んだりとかしてなんとか成長しようってことじゃなくて、誰と会うかだね。だからこうやって会ってくれてるのも嬉しいし、誰に会うかによって人の成長って全く変わるんだね。だから同じ人とをずっと会ってて楽しいけども、まあ、成長しないんだね。で、会わない人と会わないと、会わないっていうのは普段会わない人とわざわざ会いに行かないとやっぱり成長しないかもしれない。で、人ってその自分の中に、無意識のうちにね、前提とか思い込みとかっていうものがどん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 こう溜まっていくわけなんですよ。で、自分では気がつかないんだね、こういうものに対して。だけど全然自分とは違う考えを持ってたり、違う視点を持ってたりしてる、持ってる人と話をしてると、話しながら自分の中にある前提とか思い込みが揺らぐのが分かるんだね。揺らいだりとか、ああ自分はこういうことにこだわってたなとか、こういう視点を持ってなかったなっていうことに気づく、そうするとなんか頭の中が、まあ、エクスパンドするっていうか広がるっていうかね、まあ、それが成長なんじゃないかなと思うけどね。緊張は正直入ってエレベーター上がる時には緊張しました。実際に会って、あ、上に立つ人ってこういう人なんやろなっていう風に、いい意味でそういうそれこそ緊張感を持たしながら、ガチガチに怖い、あ緊張するっていう緊張感じゃなくて、楽しいけどなんかちょっと背筋伸びて真剣な話ができるようなっていう空間の演出の仕方がすごい上手な方やなっていう風には思います。鈴木さんがおっしゃってた自分の名前というか、何ですか、地位とかトレーナーとか副会長、生徒会長、キャプテンが通じない場所に行くことっていうのが多分すごい重要やなって僕も感じて、だから全く知らん大人の人に会いに行ったりとか、そこで話したことを聞いてみるとか、そうしてることで多分無意識的に僕がワクワクしてるような、知らん価値観、知らん人に会いに行く計画立てて一回やってみたいなっていうふうにちょっと思ってます。